また王都戻ってきたばかりで申し訳ありませんが、こちらが命令書です。私どもが責任を持って送り届けますので。シスターテレジア、レベッカ、どうしたんだい。新聞に女が。国家への反逆、悪魔の使い、あまねえな。うわーって約束したもんね。知るか。もし血を抜いたら落ち着くかも。解剖してすんな。私は罪を償うと決めたのだ。ちくしょう。アスタさん、まさか私たちの責任を全てアスタに負わせようとしているのか。実の父を裁いたこともあるといいます。相手はこの国の司法そのもの、一族老頭処罰あるのみ。正体を表したな、悪魔めが。短い時間でブラックになれるようになった。俺が守ってやる。みんな聞いてくれ、この力はもうコントロールできる。恐ろしい悪魔の力に惚れた汚らわしい下民め。あのような下民の不届き者には死刑がふさわしい。うわっ。もしここで私を倒し逃げられたとしても、貴様は国から追われる身となる。貴様は今ここで断罪されるべきだ。貴様のような危険分子が消えることで助けられる者などいはしない。関わる者すべてに災いを振りまく。何事だ。何だ。その小僧が悪だろうが何だろうが知ったこっちゃねえ。この俺が男の中の男と認めて、何まとめて呪い殺されたいのか。とても優しくて。マリに触んな。坊やだけど、どんな過酷な運命も跳ね抜ける。大負けに負けて真の魔法騎士に近いかもしれないこともないと。返してもらうぜ。アスタ！なんだ、あの巨大なのは。この冒険だと。王国に戦火を被らせた元凶たる罪人をかばい立てるというプロの暴牛の立場はどうなるのか分かっているんだ。ならず者でも反逆者でも上等だよ、バケロが。みんな。王族キイラケさんよ。うちの団員が二人世話になったな。私はいいから早くアスタを連れて逃げて。勝手にうちに座っておいて今さら何言ってやがる。聞いたぜ、てめえのことはよ。500年も鳥の姿で決まってたって。その気持ち僕にはよくわかるよ。君みたいな可愛い子なら大歓迎さ。これから私たちと一緒に人生楽しみましょう。お前の気は一緒だし。空間魔法逆時。俺たち黒の暴牛だ。全く分かっていないようだな。ここで暴れてもその小僧の疑いは注がれ、集まっている貴族たちの考えは動かん。天秤魔法スケールレギュレイト。バランスを動かし秩序を作る。けどルージュは消えてない。妻の剣、因果解放。私の魔法の効果を消滅させた。愛も変わらずめちゃくちゃしよって、この先どうするつもりだったのだ。なんだそのデケー竜、てめえは本当にパワーアップして蘇りやがって。敗を認めている人間は身分や階級に関係なく存在するということだ。魔法帝から任務を預かってきている。悪魔の調査探索の任務を与える。自らの手で潔白を証明してみせよ。マジで未来が見えてんのかよ、あの子供さん。とりあえずすぐに死刑にはならないってことか。よはは。つまりってことは、古代の禁術の呪いを解くためにな。魔法帝が責任を持つと言っているしな。帰るぞ。あ、はい。ありがとうございます。礼なら私ではなく魔法帝に言うのだな。それでお前がどこにいてもわかる。何にしろよかったな、アスタ。もう心配かけないでよ。ほら、食べて食べて。失礼します。そんな姿になってまでまた全部背負おうというわけか。黒の暴牛なら悪魔への手がかりを得てくれるだろう。王国がそんな責任は負えない。あなた一人にも負えはしない。
いずれきっと君の天秤もアスタ君たちに傾くと思うよ。この国の歪み、直面する危機は決して軽くはない。失礼する。ユリウス様！もう体はいいのかい？私は大丈夫ですが、それ…どういうことなんですか？たく、本当にめちゃくちゃな人なんだから。マルクス君、いつも心配かけてすまないね。仕事は山積みですよ。え？滞っている案件がたくさんありますので。